ルゴプスは、約9500万年前の白亜紀後期セノマン期に、現在のアフリカに生息していた、獣脚類恐竜の属である。2000年、ニジェールでのルゴプスの頭蓋骨の発見は、この地域の獣脚類の進化を理解する上で重要な突破口であり、歴史的にはこの陸海がまだその段階では、ゴンドワナと一体化していたことを示している。唯一知られているの頭骨び、 近縁種との比較に基づけば、ルゴプスの体長は約6メートルであったと推定される。頭骨は装甲もしくは鱗に覆われており、他の骨は多くの血管を持っていた。この化石を発見したチームのリーダーである、ポールセルノは、これは戦闘、または骨の破砕用に設計された頭のようなものではなく、スカベンジャーであったかもしれないことを示唆していると言っている。 また、頭骨には7つの穴の列が2列並んでいた。この用途は不明であるが、セレノはそれらにある種の戸坂や角が固定されていたかもしれないと推測している。復元された頭骨他のアベリサウルス類と同じようにおそらくルゴプスの腕はとても短かった。腕は戦闘に役立たなかっただろう。腕はバランスを取るためのもので、この恐竜の大きな頭の重量を相殺するための ものだったのかもしれない。タイプ種はアールプリムスはである。ルゴプスはアベリサウルス科に属すると考えられ、マジュンガサウルスと起源である。ルゴプスは BBC のシリーズ番組プラネットダイナソーの初回で取り上げられスカベンジャーであるようで、スピノサウルスの捕獲した魚の残飯を食べていた。ありがとうございます。